レナート・サルバトーリは、イタリアの俳優である。どんな役もこなす、性格俳優として知られる。1934年3月20日、トスカーナ州ルッカ県セラベッツァに生まれる。同県コルテ・デイ・マルミの海岸で、ライフガードとして働いていたところ、映画監督、ルチアーノ・エンメルに発見されて、映画界に入る。マルミで生まれた説もある。1952年、 ルチアーノ・エンメル監督のスペイン広場の娘たちマリオ・ソルダキ監督の国海賊の娘ヨランダや三人の海賊に出演してデビューする若者のすべてで共演した女優のアニジラルドと1962年1月6日に結婚、後に一時を得る1979年に公開されたルナに共産党員の役で出演して以来遺失物 ある愚か者の悲劇と立て続けに、ベルナルド・ベルトルッチの監督作に出演する。1988年3月27日、ローマで観光編によって死去した。万十四歳ボーズ。ある愚か者の悲劇が遺作となった。ローマ市内のローマプロテスタント墓地に眠る。72作の出演作がある。ありがとうございます。